沼田公園は、群馬県沼田市西層内町に所在する、総合公園である。沼田城跡に開設され、日本の歴史公園百選に選定されている。北に薄根川、西に遠くと根川が流れる貸し段丘の崖の上に位置。し、かつての沼田城本丸と捨てくるは及び二の丸、三の丸跡の各一部に相当する。明治維新に伴い廃城となった跡は荒廃したが、 旧沼田藩主の子である、久米民之助が資材を投じて整備し、1926年に当時の沼田町に寄付した。総うくの一部は、沼田市立沼田小学校及び、群馬県立沼田女子高等学校の敷地となっている。復元された、首脳古装の天守は現存しないが、西日の木台には、真田市の時代に築造されたと考えられる石垣が、残る。石垣の上の、 五天桜と名付けられた、彼岸桜をはじめ園内には、染井吉野など210本の桜が植えられ、春には花見の名所としてにぎわう。チューリップやツツジ、お見なえし、千日港など、四季の花々も植栽されている。シダ団球場の高所に位置することから眺望は良く、北側のステグルワからは、殴るみ城や明徳寺城などの史跡、谷川学や穂高山の山並み、 南西側からは、川田城や、小持山が一望できる。1634年に二代沼田藩二代藩主、真田新吉が中造させた。白章は、三の丸の首郎で時を知らせたが、1681年からは、平等寺の盆章として使われた。1899年、白章を活用すべく沼田町役場に首郎が建てられた。 白章は1954年3月30日に県の重要文化財として指定を受け、1964年に市庁舎改築で首労が取り壊されるまで時の金として市民に親しまれた。1983年に公園内に首労が復元される。金は複製のものが使われ、実物は東倉内町の中央公民館で保存されていたが、2019年に 下の町のテラス、沼田内に、沼田市歴史資料館が開館し、道館で展示されている。旧西家高住宅は、旧沼田藩御用田市の役所相の住宅で、町家づくりの歴史的建造物である。1970年6月17日に、国の重要文化財に指定され、1973年に、国道120号沿いの商店街から、 沼田公園内に移築された。隣接して、うぶか家住宅の元の家主で、沼田町長も務めた、うぶか誠が収集した浮世絵や書画を展示する、うぶか記念資料館が立つ。このほか1914年に、西倉内町内の別の位置に建てられ、1988年に、公園内に移築された、旧日本キリスト教団沼田教会記念街道と、 1924年の建築で1990年に東京の渋谷から移築された旧都菊住宅洋館の二棟の登録有形文化財の建物があったが発掘調査と園内再整備のためこの二棟は2020年に市内上野町に再移築された園内東側には野球場やテニスコートがあったが2020年に片品川沿いに新設された リミナミ運動公園に移転した。ありがとうございます。